第12回社会業会寄せみ東京、年内最後の銭になりますけれども、えー、と今日はマイリングという、えー、あマイリング HR というクラウドファンディングサイトを運営している株式会社マイリングの代表、井間さんにお越しいただきました。えー、ということで、井間さんよ、はい、よろしくお願いします。はははいいいよろししくお願ますこんにちは <laughs> すません本日はあの年末のお忙しい時期にお越しいただいてありがとうございます、えー、社会起業家を養成するというこのゼミの趣旨ですねあの大変素晴らしいなと私個人的にも思ってますあの講師のゲスト講師の皆様の顔ぶれも非常にそうそうたるメンバーであのかなり私恐縮してしまうんですけれども、えー、ちょっと拙い説明になるかもしれないですがもうぜひ最後までお付き合いいただければ幸いでございます あのまあ、このゼミの趣旨でもありますけれども、社会起業家をこう要請する、でその、えー、つながりとして、ソーシャルビジネスという事業がです、ねえー、これからあの伸びていくというふうには思ってるんですけども、私自身はソーシャルビジネスというのは、本当、次世代を担う成長産業になるというふうに思っております、えー、確信しております。あのそうです、ねまあ、それこそ20年前に IT ビジネスに目をつけた人たちが今現在の IT ビジネスの巨大産業を担う人材になっていったのと同じように今、ソーシャルビジネスに目をつけている人たちが20年後の巨大産業ソーシャルビジネスの業界を担う人材になっていくだろうというふうに私も思ってましてですね ぜひ、まあ、私自身もそうなんですけども皆様もソーシャルビジネスに興味を持っていらっしゃる方々ということで、えーまあ、一緒にですね知識と経験を高め合いながらあのそうですね一緒にこのソーシャルビジネスの業界を発展させていくことができればなと思っておりますで実際ですねあの、まあ、ソーシャルビジネスの一形態である NPO とかもありますけれども、えー アメリカではすでにもう成長産業の一つになってまして、GDP、アメリカの GDP の約10%、アメリカの雇用の約10%を担っているような状況になっておりますで実際、学生さんの就職先、人気就職先ランキングでも、アメリカではすでに NPO があの人気の就職先第1位を獲得しているような状況です。 まあ日本がまだ金融とか商社とか学生さんが人気があるという時代ですけれども、えー、アメリカはさらにもうその先を進んでいるような状態かなと感じております。事 <laughs>、えーまああね、業のちょっとこれから話をさせていただくんですが、えー、ちょっとあらかじめですね ご了承をいただければと思うんですが私たちのこの雇用創出クラウドファンディングマイリング HR の方は実はまだベータ版の運用ということでこれから本格始動年明けには本格的に指導をしていこうというような段階でありまして実は収益という部分ではほとんどないまだ状態でございます。今はプラットフォームを作って まあこういったコンセプトに共感してくれる人たちを集めてネットワークを作ったりえいわゆるソーシャルビジネス事業者社会起業家の方々とのネットワークを作ってえそうですねまあコミュニティ作りをしながら準備を進めているところでございますでは具体的に事業の内容ですねあの説明させていただきますとえスキームとしてはですね いわゆる一般的なクラウドファンディングと同じです、基本的な部分ではですね、左側にいらっしゃいます応援者、私たちファンって呼んでるんですけども、いわゆるソーシャルビジネス事業者、あともう一つのテーマとして被災地企業っていうのを掲げてます、まあ、彼らの事業、モデル、ビジョン、ミッション。 に共感をしてくれる人たちがま小口のお金を出し合ってまここからが他のクラウドファンディングと違うところなんですけれども実際に人材の雇用ま人件費あとま一部福利厚生費みたいなところも想定していますそういったところに使っていただいて人材の力を活用して事業を発展してさせるというコンセプトのクラウドファンディングとなっております 実際にこうお金を出していただいた方々にはいわゆる購入型のクラウドファンディングですので物や体験、まあ、実際に事業者が作るものや体験サービスというものを後日、えー、ファンの方々にお返ししていくという方式になっております、まあ、実際、被災地企業、えー、今回もう2年もうすぐ経つと思うんですがあと3ヶ月ぐらいでですねあの、まあ、当初はですね もうそれこそ工場とか何もかもが集めてなくなって産業も壊滅的な被害を受けて働く場所もなくなりましたという状況で最初はこう復旧活動をしてましてでこれからまあ実際私もですねあの被災地の企業とかソーシャルビジネス事業者とかいろいろお会いする機会があるんですけどもえまあそういう復旧の段階が終わったのでこれからじゃあどうしようこの町をえ産業を作るにはどうしよう、え。ー 実際に人々が働く場所を作るにはどうしようどういう街を作っていこうというところで試行錯誤していらっしゃる方々が非常に多くなってきていますで実際に働く側の立場として見てもいわゆる失業保険という部分もこの間9月ぐらいですかね延長措置も終わってしまったので雇用環境は非常に厳しい状況になってしまっております彼らに対する働ける場 仕事ができればというのを作る意味でもこのクラウドファンディングの仕組みを活用していきたいなと思っております、はいでえー、ときっかけでございますけれども私がまあこの事業をこう始めようというふうに思った経緯ですね私もともとリクルートという会社で勤めてましていわゆる人事のコンサルティングのような仕事ですね 企業の人事戦略を立案提案して企業のニーズにマッチした人材を供給するという仕事です、えー、まあご存知と思いますけれどもリクナビとかトラバーよタウンワークとかですね、まあ、こういったメディアとか人材紹介を使いながら、えー、企業の人事戦略、まあ、主に採用戦略ですねこういったところにニーズにマッチした人材を供給していくという仕事をやってました、えー、まあポイントはここですね企業のニーズにマッチした人材、えー、まあ企業の御用聞きですよね 簡単に言ってしまうと,で、えー、とその後ですね2008年9月リーマンショックですね、えー、まあ本当にひどい状況でしたねあの頃をこうを思い出していただくといろいろ情景が浮かび上がってくると思うんですけれども、えーまあ、人材がいとも簡単にこう使い捨てされてしまって、えーまあ、失業者が街中にあふれ 人々が路頭に迷うという姿をですね目の当たりにしましたで実際に私がこうコンサルティングをしていた企業でもやっぱり、まあ、言い方悪いですけども使い捨てというようなですね状況が起きていて私はそこにすごい課題意識といいますか、えーまあ、認識をですねいたしましたあの、まあ、企業の御用聞き、えー、企業のニーズに合わせて人材を採用したりですね 雇用のマッチングを行ったりする企業だけの視点ですとやっぱりその景気の変動とか、まあ、そもそも企業の収益の波とかにです、ね、影響されてしまうそこだけを注目といいますかまたにしていたのではなかなかその雇用情勢雇用問題人々が働くっていう部分においてサスティナブルな 仕組みではないなというふうに思ったのが最初のきっかけでございますそうですね、えー、まあ雇用や人材に携わる仕事をする人間として、えー、もっとサスティナブルな仕組みを考える必要があると、えー、このように考えました、えー、もう一つの課題意識、えー 日本経済が停滞している原因は人材への投資を怠ってきたからではないかと。えー、そうですね、まあ、そもそも人を、えー、切らなくてはいけないような売り上げの低迷、利益の低迷という部分、でもその前から前兆ってやっぱりあったのかなと思ってまして、えーまあ、バブル崩壊、えー、IT バブル崩壊、いろいろな景気の波を経験していく中で、日本の 企業で削減すれば削減するほどいわゆるイノベーションの力っていうのが、えー、下がってきてしまってそれが結果的にさらに経済を停滞させるような状況を生み出してしまっていると、えー、経済低迷人材使い捨てのメカニズム市場環境の変化に、えーまあ、対応しきれずに売れなくなってしまって で人件費を削減リストラ非正規化をしていきました、まあ、ここ20年ぐらいずっと進んでいる状況だと思いますもちろんやはり人材の力活力が削がれていくということは企業内のイノベーションの力の低下にもつながっていくとそのイノベーションの力の低下がさらに収益構造の悪化につながりさらに人材を 人件費人材の投資を削減していかなくてはいけないといういわゆる負のスパイラルに陥っていってしまっています、えー、まあ、人材への投資を減らすといわゆる彼らは消費者でもありますのでマーケットそのものの縮小要因にもなり、えー、そもそも売れるマーケットが縮小しているまあ、いわゆるデフレ経済というのがこの20年間ずっと続いてきているような状況でもあります 私自身としては、えー、人材への投資を加速させれば日本は今一度再建ができる、えーまあ、人材への投資がまず鍵を握っているとそう考えたわけでございます、えー、その近道は社会に必要とされる事業を増やしそこで活躍する人材を増やすこと社会に必要とされる事業となるためには人材へ投資し イノベーションのの力を高め環境の変化に対応していくもう一つのポイント、そもそも社会に必要とされる存在事業なのか、それは社会に決めてもらうと、これがいわゆるクラウドファンディングの仕組みの一つ、特徴の一つでもあります。 でここで,です、ね、あのもう一度ちょっとおさらいといたしまして現代日本の雇用問題についてです、ねえー、考えていきたいなと思ってます。えー、就職の失敗を国に自殺をする若者が増加、まあ、これもいろいろニュースになっていましたけれども、うんあれですねまあ、人ですのでいつかはあの死を迎えるわけでございますが。えー まあ20代、30代、40代、50代、えー、死を迎える、えー、場合のです、ねえー、死因、えー死、亡くなられた理由、20代の第1位は自殺なんですね、これってかなり深刻ですよね、若者が将来に希望を持てない社会っていうのはなんとかしなくてはいけないなと、でそれがましてや働き方とか,方とか就職の失敗を原因に。 市を選ぶっていうのは、本当にありえないですよね。ご存知のように、電気産業、情報産業でも数万人規模のリストラが進んでおります。民間給与についても、ずっとです、ね、下がり続けているような状況ですね。 正規雇用の数も今はまだ増え続けてまして、現在35%ぐらいですかね、こ、ま、こ、あ、20年ぐらいずっと人材の投資が減り続けている、こういった状況があると思います。不安定な雇用、収入の減少、失業の可能性。 こういった部分というのがいわゆるうつ病の増加であったり自殺者数の増加をもたらしていると。うそうですね、自殺者数も今年間3万人規模ぐらいの自殺者数がいるということでこの数がなかなかヘルメットが立たないという状況のようでございます。あこちらですねでもう一つの 結果として出てますのが収入の減少失業の可能性というのが若者たちのです、ね、結婚をためらう最も大きな要因の一つになっていてこれがいわゆる未婚,未婚化晩婚化を加速させ、えーまあ、結果として少子化を加速させるような状態になっていますね。 このまま少子化が進むとですね恐ろしいことに生産年齢人口は40年後には半減するようですそして人口の約半分は高齢者になるような社会になりますちょっと想像するだけでもどんな社会なのかなかなかちょっと怖いなと思う部分がありますけれどもまあ皆様も結構想像するとどんな社会になるのかなと結構 不安になったりするんじゃないですかね。それこそ年金とか社会保障の問題とか維持できるのかっていう。課題意識を持ったりすると思います。そうですね。そして、まあ、先ほど。 申し上げましたように人材の投資を減らせば減らすほどマーケットの自体も縮小してしまっていて税収も減り続けているとで社会保障の財源もなくなるという状況一般会計税収の推移こちらもずっと減り続けているような状況ですね債務残高は一0兆円超え生活保護世帯の急増戦後の混乱期とほぼ 同じぐらいの生活保護世帯が今いるようですね、増え続ける社会保障給付費、今後も1兆円ずつ、毎年、社会保障の給付費というのは増え続けるようでございますま。誰が考えても持続不可能ですよねと でえーまあ、どう解決していくかというところで私たちもいろいろ考えましてですねただ、雇用の数を増やせばいいのかしかしですね日本型の非正規雇用とか、えー、ブラック企業での雇用を増やしてもあまり意味がないだろうと、えーまあ、そもそも同一労働同一賃金も達成されていませんので、えー、日本型の非正規雇用というのが増えたところで、えーまあ キャリアパスとかです、ね、スキル習得もつきませんのでいわゆるワーキングプアの数をどんどん増やしてい,っていくだけの状況になってしまいますブラック企業での雇用今いろいろ話題になっちゃってますよねこちらも過重労働でうつ病になって自殺をしてしまう若者が増えているとこういうニュースもいろいろ出てきています出てきてると思います 多分そういったところの雇用をいくら増やしてもですね、うん、いわゆるその、うんまあ、これまでの形を変えることはできない、えー、課題の解決にはつながらないだろうというふうに私たちは思っていますで、まあ、ここで仮説を立てたんですけれども雇用問題の根幹っていうのは多分給与 だけの問題ではない、まあ、給与もすごい大事だとは思うんですけども、えー、給与だけの問題ではないと思うんですね。まあ、実際に賃金とか給与が今のレベルが、えーまあ、どうなのかっていうところですけども実際にまあ戦後の復興期とかと比べてその給与が高いのか低いのかって言われたら別にそんなに変わらないと思うんですよ。結局のところころれがが明日につながるかっていう 言い換えると、まあ、納得感と言いますか、えーまあ、自分が今やっている仕事働く場所っていうのが、えーまあ、社会に求められている社会に必要とされている、まあ、そういった実感を持ちながら働ける場所仕事であるかどうかっていうのが一つの,あの大切なポイントになるのかなと思ってます。 今の仕組みの園中ではそもそも給与も増えないで、まあ、私たちもその発想を変える必要があるなと思ったんですねで、えー、ビジョンとミッションを持って社会課題の解決に挑む事業ソーシャルビジネスでの雇用創出によって明日への希望につながる仕事を増やす、えー、こういったテーマをちょっと掲げてみたんですね社会に必要とされ求められる事業で働く人たちを増やす その人たちが社会課題の解決に向けて本気で行動をしていくことが、まあ、そもそもより良き社会の構築にもつながりますしそこで働く人たちの納得感とかやりがいとかそういったところにつながっていくと思ってますソーシャルビジネスとは自社の利益ではなく社会の利益を第一に考える仕様ここでコンさんの写真をちょっと <laughs> 出させていただきました そうですねそうですソーシャルビジネスの定義っていうのを私たちはいろいろ定義ってあると思うんですけれども自社の利益ではなく社会の利益を第一に考える事業というところに置いていますしかしそもそもビジネスって誰かの課題社会の課題を解決するから成り立つもの、まあ、誰かがこう うそうですね、課題に感じているようなものを解決できるような商品やサービスを提供できるのでそれに対する対価としてお金を頂い,いてそれが利益につながるという状況だと思うんですよね。松下幸之助本田宗一郎の時代はですねあのいわゆる社会の課題って何だったのかな というふうに考えると、まあ、とにかく物が足りない、物がない、えー、安くていいものを作るしかない、えー、それがいわゆる社会課題の解決につながっていく、多分そういった時代だったと思うんですよね。でまあ、彼らはいい自動車を作ったり、えー、いい家電を作ったり、えー、それであの社会課題の解決を進めてきたというふうに思います。ですが 社会の課題は変わった。実際にまあ安くていいものって結構今手に入ります。えー、そうですね。実際に今の課題って多分変わったんだろうなというふうに思っております。 いろいろですね家電業界とかが、のく大な赤字を出すようになってしまっていますけれども、結局のところ、社会課題の解決っていう部分を、ちょっとないがしろにしてしまった部分が大きいんじゃないか、えー、まあそのためになかなかこう売れない、商品が売れないという状況に陥ってしまったのではないかというふうに思ったわけですね。 短期的なめまいの利益を優先し人材を使い捨てにしイノベーションの力を低下させて長期的な競争力を低下させた課題の解決に必要なのはやっぱり人材の力なんですよね創業間もない頃から松下幸之助は従業員に「松下電機は何を作っているのか?」と聞かれたらこう答えなさいと言っていました「松下電機は人を作る会社です」「合わせて電気製品を作っています」 有名なエピソードなのでご存知の方も多いと思いますけれどもただ松下幸之助さんも,もうこの時代からやっぱり事業を作るのは人事業そうですね人が事業を作るそして事業が人を作るというところをもう強く実感していたんだろうなというふうに思います。 社会に必要とされる事業となるために今一度誰かの課題社会の課題を解決することに主眼を置く必要があるそして人を作る会社になる必要がある、えーまあ、それが今で言うソーシャルビジネスっていうところにつながるのかなと、えー、ソーシャルビジネスあの冒頭でもですね あの申しし上げましたけども私はこれはあの本当、時代を担う成長産業になるなというふうに確信しております、それこそ産業構造転換の可能性を秘めていると、えー、まあ今までこう資本主義とかビジネスのです、ねえー、流れを考えてみても、まず私たちが取り組んだのが体の課題、体の課題を解決するビジネス、えー、より遠くに早く行けるように、自動車とか鉄道とか、 手の代わりをしていただけるように洗濯機とか炊飯器とかそういった体の課題を解決するためのビジネスっていうものをこれまで作ってきた発展させてきたと思うんですね。で体の課題の解決がある程度進みました。 ある程度の商品で体の課題を解決できた後に人間を人類はですねいわゆる脳の課題を解決するビジネスに取り組んだわけですねいわゆる IT ビジネスというところで人間の記憶力であったりとか計算の力であったりとかそういった脳の課題を解決するそういった部分を拡張するためのビジネスというのを発展させてきましたで今後脳の課題もある程度解決できて 来るという状況の上で次に進むのが、えーまあ、全人のの心の課題を解決するビジネス、まあ、これだけでちょっと分かりづらいですけどもねいわゆるこう人類が求めている安心とか安全とか明日への希望とかつながりとかコミュニティとか、えー、そういった課題を解決するためのビジネス、えーまあ、それが今で言うソーシャルビジネス。 のコンセプトの一つととしてて僕は含有されてると思うんですね、まあ、その意味でも資本主義の発展の段階を見る意味でもこのソーシャルビジネスが持つ可能性というのは本当にポテンシャルの高いものだなというふうに思ってます課題を解決する事業ソーシャルビジネスが増える新規産業発展産業構造の転換雇用の創出につながります 社会に必要とされる事業多くの人たちから共感され求められる事業そこで働く人たちにとってのやりがい明日への希望につながる仕事が増えるソーシャルビジネスが活躍し発展するほどより良い社会の構築がより広くより早く進む一石三鳥雇用の創出と、えー、まあ産業発展と雇用の創出と働く人たちのやりがいと、えー、より良き社会の構築 この3つを合わせて一石三鳥の部分があるなと思ってますしかし、新規産業の発展には人材の力が必要まあそれこそニワトリが先なのか卵が先なのかという話だと思うんですけどソーシャルビジネスがこれから盛り上がりますよね発展しますよねという話をしていてもやっぱりそこを盛り上げる発展させていくためにも人材の力が必要そこが発展していくと結果的に雇用を生み出すという 実感になるので、まあ、まず人材の力が必要だなというふうに私たちは思ってますで私たちの雇用創出クラウドファンディングマイリング HR の具体的なスキームですね課題を解決し社会に必要とされる事業なのかこれをまず社会に選んでもらうクラウドファンディングというのは一つの投票機能でもあります 働く人材への投資を加速させ、事業のイノベーション力を高める。課題を解決する事業が増える、新規産業の発展、産業構造の転換、雇用の創出。こういった人材への投資をテーマに掲げたクラウドファンディングを私たちはやっております。事業発展の鍵はいつの時代も人材が握っている。 で実際にです、ね、クラウドファンディングにチャレンジしようかなと思っている事業者の方々に向けて実際にクラウドファンディングにチャレンジするとどんなメリットがあるのかっていうのをちょっと簡単にです、ね、説明したいと思います。ちょっととお聞きしたいんですけどクラウドファンンディングのことを 知ってましたという方、どれぐらいいらっしゃいますか、あ皆さん知ってらっしゃいますよね、まず参加メリット1、新しい資金調達の手法ですね。これまでベンチャービジネスとか新しい事業をやりましょうというときには、いわゆる銀行にお金を借りたり、親類にお金を借りたり、出、え、資、ー、してもらったり。 というところ、あと VC、ベンチャーキャピタルですね、こういったところに資金調達のプレゼンをしに行ったりとかという方法がありまして、そこにプラス1、新しいチャンネルとしてクラウドファンディングというのがこれから位置づけられていくというふうに思ってます。でこちらのクラウドファンディングにチャレンジすると。 それがマーケティングツールとしても使えます、まあ、事業プランとか、えー、事業者のビジョンとかミッションとかそういった部分を原稿に落とし込んで、えーまあ、ウェブサイトに掲載して多くの人々に知ってもらえますそして事業コンセプトの検証ができます多くの人たちから支持される、まあ、ファンが集まる というのは事業プランのブレストができる支援者たち潜在層も含めフィードバックとかアイデアを受け取ることができますそしてロイヤルカスタマーの獲得につながる 事業,にビ事業のビジョンに共感する顧客の獲得え今までの資金調達より簡単 VC や銀行に提出する場ぐらいの量の資料を作成するよりメッセージとかビデオの作成などによりファンディングに挑むことができるまあもちろん透明性のあるえまあ嘘のない事業プランを 掲載するというのは大前提になりますけれどもそれでも VC とか銀行に行くよりは、まあ、簡単に参加をすることができると思います予約販売ができる完成前にあの、まあ、クラウドファンディングなのでファンディングが成立したらその資金をもとに何かをサービス事業を作っていくで実際に商品サービスの提供をしていくんですけれどもそれをファンドに 投資をしてくれた人たちに対して後日リターンを開始するんですけれどもそれをま予約販売のような形でプレオーダーを最初に取ることができるというメリットもありますでここはあの私たちの雇用創出クラウドファンディングの特徴の一つでもありますけれどもこれは求人にも使いますあの事業者の人事計画をもとにした原稿を作成しますので あのその事業のビジョンとかミッションに共感をしてくれるような人材の募集原稿のようにも見えますので人材の雇用という部分にも使える部分がありますそして何も無料で利用できます大体のクラウドファンディングはオール・オア・ナッシングの完全成功報酬型です ファンディングの目標金額を決めてその目標金額に達しなかったらえ全額返金ですえ購入者の方々にですねでその場合あの手数料も何もかからないので特にえ事業者の方に負担いただくことも何もないです実際にファンディングが成立した時のみえ私たちはじゃあ10%ですね10%のお手,手数料をいただくような形をとっています <laughs> え次は逆にですね 支援者側ですお金を出していただく方々に向けて、えー、一口3000円から始める社会公演各雇用創出プロジェクトへの応援は一口3000円からどなたでも行っていただくことができます、えー、皆様の応援が集まることにより人手不足や採用活動で困っている事業者の手助けができるのと同時に被災地を中心に深刻な社会問題ともなっている現代日本の厳しい雇用環境を少しずつでも改善していくことが可能となります 目標を見立つの場合はプロジェクト不成立申し込み期間内に応援の申し込みが目標金額に達しない場合はプロジェクト不成立となりますこの場合は全額返金となります、えー、後日です、ね、皆様から集められた応援のお金は企業や NPO の人件費や福利厚生費として活用されます後日人材の活躍によって得られた成果物をファンのもとにお届けいたします でまあちょっと具体例ですね。えー、実際にここはですねあの5月にですねファンディング、えー、ベータ版でやっていただいたところですね。えっ、ー、ともとですねうんとここの理事長さんがですね、えー、のお父さんがですね個人塾をですね340年ぐ30年 35年ぐらい前か <laughs> やっておりましてですね、まあ、それをこう引き継ぐような形で塾をです、ね、経営しているというところがまずスタートなんですけれども、まあ、やっぱり少子化の影響もあってですね塾単体だけでの営業ですとなかなか難しい部分があるでここの,あのコンセプトとして面白いのはいわゆるこう貧困家庭とか母子家庭とかそういったところ、まあ、勉強する環境の ない子どもたちに向けて塾、学習指導を行っていくというところと、まあ、彼らにとっての心の拠りどころになるような場所を作りたいなということでバーベキューとかキャンプとかそういった企画をして子どもたちとコミュニケーションを密に図っていく日本一家庭的な塾を目指している塾ですね。で今回こちらの塾が、ね、NPO 法人を あの立ち上げまして、えー、何をやろうかというと,、えー、と発達障害ですね発達障害のお子様向けの専門の塾をやりますでそのための NPO 法人を作りますということで始めました、えー、その際にちょっと時間もしてるのであまり細かくは言えないんですけれども、えーまあ、発達障害の児童っていうのは非常に今多いというか認知されてきてるんですよね、えー 実際に昔からいたらしいんですけれども、あの実際にあの社会的に認知されてきたのは、あの最近の話で、彼らに対する適切な療育、えー、という言葉を使うらしいんですけれども、えー、そういった、えー、スキームがです、ね、実はなかったということで、えーまあ、そういう子どもたちに向けて適切な療育を行うための専門塾で、その際に人材の力が必要。えー 理学療法士とか保育士とか、まあ、いわゆるそういった専門職のです、ね、仕事資格を持っている人材が必要ということでその人材を雇うための人件費をファンディングしたいということで参加をしていただいたところです。はい、でこちらがです、ね、被災地の事業者ですね。三陸一つなぎ自然学校さん。 こちらのです、ね、代表の伊藤さんはもともと釜石で、えー、と蓬莱館というです、ね、宿、旅館で,す、ね、で働いていましたでその旅館で働いていたときに震災が起きて目の前で津波に流される街を見て、えーまあ、これからどうしようかなというふうに考えてたんですねで、まあ、これまでの旅館事業の経験とかを生かして、えー 復興ツーリズムという事業とあと仮設住宅あの子どもたちのです、ね、遊び場とかがですね、以前の遊び場とかがですね、全部仮設住宅とかであの土地を全部使われてしまって実際、子どもたちが遊べる場所というのはほとんどなくなってしまったのでそういった場所を作るということをコンセプトに、まあ、まさにこれからですね、事業を行おうとしている事業者さんですで、まあ、実際にその事業をやっていく上でも人材の力が必要ですと。 いうことでこちらの人材を雇うための人件費をファンディングしたいというコンセプトでこれはもう間もなくあの掲載がスタートするところでございます。はいで最後にですねより良き社会を築くために本気で行動する人材への投資を加速させることが日本の復興につながる。 未来の日本に必要な事業や人材について市民がともに考えながら力を合わせそれを推進していく課題先進国日本40年後には生産年齢人口が半減人口の約半分は高齢者、まあ、正直人材を無駄遣いしている暇はないと思うんですよね女性も若者も高齢者も障害者も全員参加型の社会の構築が必要だと思います それぞれが抱く志や意志に従い課題の解決に挑んでいく同じ志を持つ仲間でチームを作り支援者を集め課題解決の速度を加速させる競争共栄社会の構築、えー、志高き人材の投資を加速させることによる日本の復興、えー、こういったことを私たちは目指しています課題先進国日本、まあ 他国に先駆けて超少子高齢化が進んでいきますのであのこういった時代にです、ね、新しく作っていくソーシャルビジネス産業というのはあのうまく発展していけばですね、えーまあ、将来的にですね世界のモデルケースとなるような新しい産業、事業、まあ、国の形ということをです、ね、示せると思うんですね、えー、そうですね。 はい、ご清聴ありがとうございました。<laughs> はい、お疲れ様でした。<laughs> えー、ユーストリームはここまでです。えっ、ー、と、この後は、えっ、ー、と、教室で、え、失業とします。